これも塩ですよ、めんなさい。佐賀から久留米行って、久留米で数軒回って、地元に帰ろうかな。大阪の人が作っていただいた。よし。しまあじを刺身にして他のでごまあえ作ってイワシで巻き物しましょう。OK、うん、しまあじかな。
思います。だし巻きを切るためだけの包丁。めっちゃ美味しい。巻き巻き。一人ゲームみたいな。あ、じゃあ私こっち。これも塩です。これも塩、焼きそばじゃなくてこれも塩。お願いします。わーわー、何そんなことしよったの。インカブルについていたちゃん新米はサラダあげる、お願い。あ、ノンアル。ポーノグラシェカツ丼いいですか。カツ丼で。はい、カツ丼になります。ありがとうございます。自分はカツ丼しか食べないです。カツ丼美味しいんで、結構ふわふわで、いや味もしっかりしてて美味しいです。
それで山笠の集まりが、一番推してるのが豊島卵なんですね。いろんなところで売ってるんですけど、だし巻きで一番になりたい。だし巻きが一番美味しいと言われるお店にしたくて、ずっとだし巻きを推してます。料理に入ったきっかけが、だし巻き卵なんですよね。ちっちゃい頃にうちのばあちゃんに教えてもらって、そんなに来てくれ。
ってない。それ足じゃない。いや私じゃない。めぐちゃんとはそんなとこ行ったの。そんなとこ持ったの。おらんのとこね。あれあの時はいや、今週は勝ちやかった。中田さん。中田さん。やば。でかい高いやろ。また200円。かわいいね。絶対選んでけ。お店のどういうとこが好きで来るんですか？私も一人一本取り合いになるっけね。取り合いになるから世界一美味しい。他の食べれない。他の食べれない。お願いします。わすごい、すごい。なんか出してその一発目のリアクション見るのがめっちゃ好き。笑顔になった瞬間が一番やべえ。そういうのが好きやけんやろやね。いろいろと料理してるんやろね。で、テレ東の何をとか。俺今回の時は知ってもんだけど、どんな時ですか。熱子みたいな感じ。熱子みたいな感じ。めっちゃ熱力いや、でも、どうもどうも。箸上げしやすいようにちゃんとちょっと空間作っとうけん。おい、いただきます。うめえに決まっとんやろこれ。博多の明太子とこの最強のだし巻きよ。この組み合わせ最高に決まっとやろ。来てみんしゃい、ここに。まず食ってみんしゃい。みんな集まらんね、ここに。最高やけん。はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。わーお。これこれです。あ、ありがとうございます。いや、もう 米食えるもんね。うまい。僕あの金屋で10キロ太りましたからね。何も考えずに3日連チャンとか来ますからね。普通飽きたとかないもんね。お疲れ様です。お疲れ様です。今日おすすめは何かやな。トウモロコシの天ぷらか、今日は魚が強いから魚が。ああ魚いいんじゃない。魚系がいいか。じゃあそれで。お疲れ様でした、長旅。梅の風の上から何から取る。でもやっぱ最初の一杯やね、うん、今度はね、私のヨガビール、うん、あえて2本飲みたけど、飲みたけど、もうそう。うめえ、うめえな。もううめえとしか言いようがない。
ほとんど焼くんだね。まあ、そうだよね。はい、ホルモン。あれ、あ、でもちょっとかけすぎたかもしれん。よかよか。うまい。胡椒かけてさ、このゆず胡椒まで入れたら辛いよ。うまった。はい、どうぞ。これね、びっくりするぐらい切れる。おお。あ、本当ですね。もうちょっとお腹たまって、なんかもう明るさもなかった。お腹いっぱいの状態で料理するときと、お腹減ってる状態で料理するとき、絶対味のブレが出るんですよ。お客さんはお腹減った状態で来るから、空腹の状態で料理をしてる。うん、うまい。出汁が効いとるけんさ、うまいよね。ここのカツ丼が本当に一番美味しいです。飲んだ後にぴったりです。平日は12時まで。でも週末はお客さんが帰る。家にいる時間って本当少ないからね。朝の6時ぐらいから仕入れ行く時もあるし、一番に不規則な生活ずっとしてる。元気だけどね。だし巻きの話なんですけど、はいはいはい、めっちゃお客さんいっぱい頼んでて、うん、やっぱ人気になるんですか？うん、やっぱだし巻きを食べに来てくれるお客さんが多いですね。お店のオープンはいつになりますか？2015年に僕が夜始めて、それまではお昼の店でずっと定食屋さんでやってて。お疲れ様です。エッセーチロー。 あ、お疲れ様です。お疲れ様です。ナスはある？あ、ナスいいね。ナスも全部割ってしまった。トウモロコシの天ぷらとか。じゃあそれで。お疲れ様です。なんとか。お疲れ様です。ヒラメの縁側。ヒラメの縁側。何、そんなの？ヒラメの縁側が好きなの。分かる。毎回ヒラメの縁側を食べやすい。ヒラメの縁側じゃないとダメ。偽物の縁側でもよかったの？いや、ヒラメの縁側がいい。怖い。ここで出会った。怖いやね。食べ物がね。そうやね。ほんと。
めっちゃ取り寄せた。ちょっと待って。なんか一瞬でハニーポテ。はい。白ご飯もらっていい？了解。片付けとかね。いいね。飲んで？回らないんじゃないんですか、人が。か大変か。何時まで仕事？深夜帯のこの2時の肉。あ、これが入る。肉と米。そんなあげたらさ。お父さん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。反り出すためにはセンスで何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 で。あ、こんばんは。3人ですね。了解です。はい。飲み会とか飲んでかもよ、この間。明太だし巻き。ちょっと待ってくださいね。うん。卵がなくなったから。買ってこうか。いや、ちょっと合わせないか。時間なくなった。いただきます。ちょっと俺が卵を産もうかなと思って。腹が半端になっていて。だから、水槽の人は、こういう運命やったからね。電話するって言ったけど、多分電話で起きるつもりや。ありがとうございます。いただきます。できるないもん。年に4回ぐらい休む。ついでに1月1日は仕事してる。てかさ、何時まで使ってもいいの？その自分が作ったものに対してお客さんからのリアクションがすぐ来るじゃない。美味しいと美味しいって言う前に笑顔になるんですよね。その瞬間を見れるのが一番。うちは特にオープンキッチンなんで、もう直接すぐお客さんの顔が見えるから、それが仕事の原動力でもあるかな。将来率の達成でいいぐらい。カッ！今いくつですか？え？今おいくつですか？36歳です。帰ってゆっくりしとう時にテレビつけるでしょ。で YouTube つけるでしょ。料理の YouTube 見てますから。だけ料理好きやアホかっていうぐらい多分ずっ
っとなんか料理のことばっか考えてる。バーター体質からガーパー体質になったらしい。なんだろう。痩せ方から出る。ありがとうございます。ありがとうさっきから包丁取りです。10代の頃までこっちにいて、市内に出た後京都行って、京都が終わって大阪行って、で、また福岡に戻った。そんな感じかな。うちの親父が倒れて、それで、もう戻ってくることにして、そこからまあ地元の寿司屋に行ったりして、まあ、ずっと料理はしてたけど、うちのばあちゃんが料理めちゃめちゃ上手だったから、それ見て育って、ばあちゃんと一緒に料理を作ったのは覚えてる。教えてもらったのは。それがだし巻きやったんですか？いや、その時はだし巻き卵じゃなくて卵焼き、卵焼きを教えてもらって、おばあちゃんの友達に卵焼きを出した時に、その美味しいって言われて、ありがとうって言って100円かなんかもらったんじゃん。それでなんか喜びを知ったんかな。探せばもっと向いてる仕事もあるのかもしれないね。あるんかな。ないです。じゃあないです。料理だけです。今から何するんですか？今から魚の仕入れ行きますよ。長浜まで行きましょう。はい、でした。笑ってるじゃないですか。え？笑ってるじゃないですか。聞こえた？
YouTube に出て何か変わったことってありますか？やっぱ知ってもらえたことが一番嬉しいかな。ほぼほぼ来てくれてるんじゃないかな。大阪、東京、名古屋、北海道。やっぱり遠方から今までお客さんが来るっていうことがそもそもうちの店でなくて、そこが一番でかい。やっぱ動画を見てきましたって言ってもらえることが、うちのためにわざわざ飛行機取って宿泊宿取ってご飯食べに来てくれるっていうのは料理人としてもう一番じゃない。それ以上のものは多分俺の中では今のところないかも。移動距離関係なく、飛行機代新幹線代とか関係なく、ここのお店のこの料理を食べたいで来てくれるのは料理人やってて一番良かったなって思うとこだよね。仕入れだから人が出るとか最高やん。よく見る YouTube のチャンネルとかありますか？ GQ ジャパンのスニーカーホリックス、10エッセンシャル、10個の自分に必要なアイテム、そこにも出たいですね。料理人がなんでかわからんけどスニーカーの番組に出るんですよ。もう場違いがクソかっこいいじゃん。それが来年の目標かな。お願いします。ごまさばが3つに海鮮丼が1。食べられてみたいな感想どんなですか？あ、めっちゃ美味しかったです。はい、また来たいです。
ありがとうございます。Thank you.
その話もしたら、ああそんなら今度よく受け付けあったら行こうかな。急だったんですね。急だったんですね。調整的な
さ、はい、今日長できるか。Thank you.
ぞ。なるほど、お疲れ様。すいませんサワラぶり刺し。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃうまいっすね。じゃあ何定
ごまさばです。はい、座の4です。いや、なんで選ばれたんですか？芸人のチュートリアルの徳井さんが YouTube で上げてて、美味しそうだなと思って来ました。実際食べられてみたいな感想はどんなですか？めっちゃ美味しかったです。はい、また来たいです。
いや、それ怪獣定食ですよ。はい。お願いします。エビフライ。
うちの旦那さんで2代目私が3代目そう4代目になるよなっても一応予定で本人は大好きだからね夢だったからやるとこまでやってこれはねいくつでもできるけんよく出るのはやっぱり今時期ではごまさばとかごまぶりクジラ刺しあと芸的クジラのステーキ、ね、すぐなくなるのはこのマグロカマはあまり入ってこないんですよ量がねだからすぐ午前中お昼ぐらいにはちょっと売り切れちゃいますね。沖縄で限定だからすぐ売り切れちゃいます。あ、そういうことですね。明るくなったらすぐ漁を始めて取れ始めると思うんで。上がってきた。本当だよ。ねえ、でかいでかい。
年の量はどうなんですかね、今年はかなりいい方ですね。向こうもあります。昼の準備なんで定食系の仕込みばっかりして、であとはもう刺身のネタ揃えるとかそんな感じです。上見たがいいっすね。
Thank you.
黒染めしてくる。はい。
あ、こちら、どうも。あ、先ほどね、帰ってない。あ、ごめんなさい。普通のお醤油がいいかと思います。はい。ゆでたご飯おかしい。いやいや、大丈夫、食べる。大丈夫。呼ばれよって、なんていうか。すごかったね。久しぶりに来たから、うん、ゆっくり食べましょう。久しぶり、どうですか？うん、美味しい、やっぱり。いいですね。うん、お袋の味って感じ。そうそうね。いいですか、2人前で。わかりました。イカコースに。ご飯いいよ、もう。これ普段から置いてあるんですか？いえ、特殊な時だけです。漁に行ってたまたま取れて漁師さんからいただいた時とか、いろんな魚が入ってたまにある時にこれをメニューにして食べたいって言われる方がおられれば出せよう。はい、これでこれで、これを見ましょう。甘い方がいいかな。
せっか。はい、ここは三つ。ありがとうございます。またまた寄りますね。どうも。はい。どうも。頑張ります。どうも。江戸川さんは2代目になられるんですか、はい、そうですね、2代目になって初代の父が漁師やってて、それの後を継いで自分が今やってます。おかみさんはお母さんですか、ね、そうです、はい、いろいろ身の回りのことやってくれて、お店の管理任せてます。お店を継がれて大変やったこととか、いろいろありました。自分が漁師をしたわけじゃないんで、やっぱりその地元の人の漁師さんとかとの仲とかを作っていく過程が大変だったんですけど、やっぱり父の影響でいろいろ紹介してもらったりですね、うまい具合につないでくれたんで、比較的スムーズには行くことができました。おすすめのメニューとかってありますか。おすすめは地元の魚とか結構漁師さんからいただいたりしてるんですけど、やっぱりヤリイカがうちの一押しにしてて、引き作りと後作りの天ぷらとかですね、は美味しいと思うんで。自分がもともと魚嫌いで魚が食べれなかったんですけど、魚嫌いの自分でも新鮮な魚とか旬の魚とかを食べると美味しいと思えたんで、そういう魚をこだわって自分が美味しいと思えるものだったら、お魚好きな人は必ず美味しいと思うんで、新鮮なものを常に出していけたらと思っています。イカはですね、あの大きさがあるんですけど、どのぐらいの感じですか。はい、次のイカスベロだって。
はい、いかがですね。俺が取られる予定じゃなかった。いらっしゃいませ。イカ祭りの、はい、どのくらいのイカが出るんですか。平日が10キロから15キロ、週末が20キロぐらい。20キロってイカ何杯とか。300平均で60杯ぐらいですかね。そうですね、もうずっとイカをさばいてるような感じです。ありがとうございます。ごめんね、ありがとうございます。これはあのちっちゃめって言ったら310円だ。飲むの、はいはい。洋介がやっぱり取られました。友達が今イカ祭りやってて美味しいよって言ってくれたんで。お味どうですか。美味しい。ボリュームもたくさんだし、イカも美味しくて。ここで。そうですよね。どうぞ。ずってもらい。はい、すいません。はい、どうぞ。いただきます。ゆうすけ、5台になるかも。あ、ごめん、ごめん、ごめん。5台なら白でいけるよ。あ、白でいこっか。テーブルが4やろ。いらっしゃいね。今入った。どれかな。はい。失礼します。こちら4台来ますので、奥から4台。もうじゃあこっちですな。もう弱い。当たったと同時に下から仕事しないしかない。もういっぱいあるやん。本日は何の集まりなんですか。ビール飲み会。グランドゴルフの集まりです。老人クラブです。老人クラブさん、どうしてこのお店にされたとか。結構よく来られるんですか。そうですね。今日はイカ祭りです。イカ祭りで来られたんです。とりあえずだぞ。とりあえず。お味どうですか。美味しいですよ。そうでもないですよ。そういう人が一人なの。はい、美味しい。お客さんが今、上へ任せろ。あらっす。桜みたいになってる。ありがとう。どういう集まりですか。お友達。お友達。日本語お上手ですね。お味の感想をいただきたいんですけど、イカどうでした。美味しい。美味しかったです。はい。お味とかどうですか。めっちゃうまい。Only for numbers. どうします。天ぷらかやつか前差しか。天ぷらでいい。はい、これ天ぷら。
海鮮で調べたら、これ一番美味しそうなところがあるから、ここ行こっかってなって大事でかい刺身半端なかった。あ、すいません。言うたことがない。換気扇のあれできるんだ。多分3つ。今日野菜切らんで大丈夫ですか。でカツ丼2種類ありまして、でこっちが極みカツ丼のお肉です。どういった違いがあるんですか。そもそもお肉がまず違うっていうのと、まあ、大きさもグラム数も違いますし、厚みも違いますし、卵で閉じてるのが普通のカツ丼で、卵で閉じてないカツ丼が極めカツ丼ですね。いやこれ取り方ですよね。いろいろなんか。だし取った昆布で、見てお客様にお出ししてます。無料でですね。鶏天用で、こっちが柏用です。今日は
税務署とか。この匂いはね、このThank you.
酢の食感とかで楽しめます。普通で湯がくと8分から10分ぐらいかかりますけど、圧力だと1分半で終わる。調味料は一切もう 100% 無添加、もう無添加が一番おいしい、無添加が一番おいしいで、体にもいいし、その代わり日持ちはしない。あだけもう全部廃棄終わったらそんな感じ。結構手間がかかるじゃないですか。うん、そうね、それはしょうがない。だけお客さんが支持されてる部分もあるんじゃないかなって思う。わかるよ、あれと気持ちしとったらいい。昼飯が限られるじゃないですか、サラリーマンの方とか。だから早く提供したんですか。舞台休み時間も結構上がってますから。今日は詳しいです。来たお客さんは50杯以上が勝つの。
はい、テーブル2番様です。久しぶりに食べられてみて、お味どうですか？具美味しいです。決まりですか？はい、決まりになりません。セット、はい、普通でいいですか？はい、お願いします。はいよ、はいよ、通中、はい、お上がりです。はい、カウンター1番様。はい、はい、お料理上がります。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、お料理上がります。はい、お待ちのお様です。お邪魔します。お店にはよく来られるんですか？2回目。お味どうですか？ごぼうももう大きいから硬いかと思ったら柔らかくて、うん、買いました。
はい、2個。これはね、甘さ若干控えめで別腹ですよ。そうですか。午後のおやつみたいな感じですか。そう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 。元気出るやん、仕事。じゃあ、どうも。ありがとうございました。どうも。はい、テーブル3番様上がります。はい、肉ごぼうセールと朝飯のセットですね。はいよ。出たんだ、出たんだ、出たんだ、出たんだ。はい、肉ごぼう。はい、お願いします。はい、花式3番さんあげます。はい、すいません、お願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい、すいません、ごぼうです。ありがとうございます。お待たせしました。どうですか、いかがですか。
よ。すいません、大変お待たせいたしました。ざるそば大盛りとこしあん飯のお客様。ざるそば大盛りですね。なんかざるそばの。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、食事に行こうですね。ダメ。はい、カツ上です。行きまーす。はい、お願いします。はい、これも、おろしも2つです。はい、ごめん。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。お座敷三番さんです。カツ丼のお味どうですか？うまい。大盛り。はい、ざる。はい、お待たせいたしました。ざるそばの大盛りになります。失礼させていただきますね。はい、いらっしゃいませ。おろし。はい、ありがとうございます。おろちゃん、あ、月見。はい、さ、月見めっちゃけな。カツカツですよね。オッケー、カツカツは取りたいね。やよ。
通称。はい、全部2番。はい、お願いします。これ持っていきます。柔らかくよりジューシーさがあります。そんな決まりになりますか。めちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃうまい。はい、いらっしゃいませ。はい、鳥天です。はい、お願いします。ごまさん、鳥優勝で上がりです。お待ちどうさまです。鳥天のと、サウナの先生。はい、また来てください。おー、いつも頼まれるメニューこれ今日頼まれたのは何になるんでしょうか。鶏天丼とうどんの勝利。鶏天丼が美味しい、うん、ですね。はい、カツウショウ。いらっしゃいませ。はい、お出し一番様。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。一番様です。カツ丼とシャオドンのお客様。一番ピンポン。はい、お待ちどうさまでした。どうぞ。ありがとうございました。取り OK。 ここの店長、肉切れ切り分かけです。すいません、お客さん。オッケー。オッケー。はい、お待たせいたしました。鶏天丼の単品になります。はい、いらっしゃいませ。はい、どうもありがとうございました。
丼です。ゆっくりどうぞ。